演奏会用助曲、コケイン作品40は、エドワード・エルガーが1900年から1901年に作曲した還元楽作品、波長長。ロイヤルフィルハーモニック協会の移植作品で、1901年6月20日に、ロンドンクイーンズホールにおいて、作曲者自身の指揮によって初演を迎えた。作品は、英国の還元楽団員である多くの地域に検定されている。 コケインの代名でも知られている。コケインとは、理想郷を意味する中世フランス語、パゼでコカインに由来する語で、1820年代に、ふざけて、ロンドンの陰誉として使われるようになった。エルガーの時代には、コケインという語はモラリストによって退職感や、水管の愛誉として使われたが、一方で、ロンドンのユーモラスな別名でもあり続けた。ロンドンの下町なまりを指して、 コックニーというのも、コケインに関連する。首都とする訳語は、従って言語よりも、堅苦しく響くかもしれない。この序曲は、エドワード町ロンドンの、生き生きとした精細あふれる音楽的描写であり、作曲者自身が詳しい表題を物語っている。すなわち、公園に逃げ込んだ恋人たち、街角に現れる、吹奏楽などである。発表後すぐさま成功を収め、 エルガーの最も人気のある作品の一つであり続けているが、今日ではさほど演奏されていない。ありがとうございます。